しょうか。本日はですね、こちらですね、何かお分かりになりますでしょうか。はい、おっしゃる通り、その通り、あんま知らないかもしれませんが、これ姫サザエと言います。まあ、普通のサザエと比べると、かなりちっちゃいね、もう一つが 50g 以下ぐらいのね、50g 前後ぐらいのサザエですね。これちっちゃいくせにですね、結構高いんですよね。最近見なかったんで、おーおーおー、久々に姫売ってんじゃんみたいな感じでね、仕入れてまいりました。そしてこれどうやって食べるのみたいな、まあ、そのまま焼いて食ってもいいし、塩茹でで食べてもいいんですが、あの含ませ煮ってやつですね、はい、ちょっとややこう甘辛い、 薄甘辛いぞみたいな感じで、よくお通しなんかか、お通しなんかにですね、こうお皿の上にね、一つこうガンと乗っかって、用事かなんか刺さってる感じね、そんな感じの、作り方ですね。それではね、早速始めてまいりましょう。そしてどんだけその姫サザエちっちゃいのみたいな感じで、普通のサザエがね、ありましたんで、ちょっと比べてみますかね。こんな感じです。あれ、手して変わんねえかみたいな感じか。変わりましたね。これがまあ普通のサザエで、まあ指が入るぐらいですね。ブンとやって指がこうつるっと入る、こっちはこう指が入んないんでね、入れようとするとこう切れてしまうんで、刺身とかにはしないでください。この姫サザエでも大きい方なのかな。こんな感じ。どうよ。いや、ちょっとよくわかんないか。肉眼だと結構ね、大きさ違うのがわかるんですが、まあ、これがややちっちゃいかね。まあ、もうこれもね、ちっちゃいの一緒に煮ちゃいましょう。はい、そうしますよ。まずね、これです。よくね、たわしとかね、歯ブラシでこうガンガンガンとね、一個ずつ洗っちゃってくださいね。もうこれはね、先ほど全部洗ってありますのでね、はい、このままガーンとね、茹でていきますよ。これがね、結構、まあ、夏の風物詩というか、まあ、この時期ですね、まあ、7月、そうですね、6月、7月ぐらいかがね、美味しい時期じゃないのみたいな感じでございます。はい、それではまずね、鍋にぶち込みますよ。はい、そうしましたらね、鍋に、ぶち込みます。ガンガンガン。あ、そしてサザエのね、まあ、美味しいサザエの見分け方なんですが、この殻のところに親指かなんか引っ掛けて、お、剥がれねえなみたいな、これパコーンとね、ちょっと持ち上がったり剥がったりするようだとね、死んでる恐れがありますのでね、そういうのはね、避けてくださいね。食中のね、原因となってしまいますので、ね、よろしくお願いしますよ。はい、こんな感じで、ダメだ、これ鍋ちっちゃいです。はい、ちょっとね、大きめの鍋に、変更しておきます。こんな感じでお願いいたします。見えるかな、ここね、大鍋ですよ。サザエ鳴いてますね。このでかいの、このでかいの一緒に茹でちゃうぞみたいなね、でお願いします。それではね、味付けの方に入りたいと思います。まずですね、黄金だしね、はい、黄金だしが4ですね。まあこの鍋に4杯でもいいし、こういうキャップに4杯でも OK です。はい、黄金だし4が入ったら、醤油が、もうちょっと入れた方がいいかな、ちょっと足んないな。はい、ちょっとね、少なかったんで、黄金だしが4、まあこんぐらいでいいかな、こんぐらいで、OKOK ですね。はい、黄金だし4入りました。そうしたらね、お醤油が1、お醤油が1、このもんかな。あんまり入れちゃうと辛くなるんでね、黄金だし4に対してお醤油が1ですよ。はい、そしてみりんも1、こんなもんかな。はい、こんなもんだと思います。はい、そしてね、まあ本当はお口に入れたい日本酒なんですが、日本酒も1、ガン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 と、はい、こんな感じになります。目安的にはですね、お、ちょっとね、もう酒でこいつ酔っ払ってんぞみたいな、ブクブク言っちゃってますね。はい、目安的にはですね、この殻がね、下につくぐらい、ね、こんぐらいでお願いします。あ、これでかいサザエなんでちょっと出ちゃってますけどね、まあよしとしましょう。はい、こんな感じになります。そうしましたらここにね、生姜スライシーですね。はい、生姜スライシーを入れて、あとはね、火にかけるだけでございます。そしてですね、この貝関係ですね、まあサザエでもシッタカでもナミノコでも、まあアワビもそうか、まあ、カキはあんま煮たりしないか、まあハマグリでもシジミでも必ずね、冷たい水またはね、お出汁からやってくださいね。あったかいやつに入れると、まあ、開かないこともないと思うんですが、たまにあの開かないやつもびっくりしちゃってね、キューとかってね、
もうこう特に知ったかとかね、キューとか中に入っちゃってこう用事で刺してもね取れなかったりするんでね、必ずも貝は、冷たい水から、冷たい出汁からということをね、覚えておいていただければ幸いかと思われます。まあ、今日のポイントもそこですね、もうそこのみです。はい、それではね、これ火にかけていきましょう。バーナーの上にですね、サザエですね、サザエと出汁汁関係乗っけました。それではここでね、点火していきたいと思います。はい、点火一発、点火入りましたよ。はい、そして仕上がりの目安なんですが、これがね、ぶっくんぶっくん沸騰してきたらもう超弱火にして5分ね、5分だったら、火を消して、落としブーティーですね、落とし蓋をして、あとはね、冷めるのを待つだけです。まあ、俺は熱々どう食いてよって方はね、もうそのまま湯だった瞬間から、ね、バッカンバッカンいってください。まあ、冷めた方がね、含ませ煮ということで、ね、味が、サザエの方に含んでいくんですね。ですから昼仕込んで夜お父さんの晩飯、毎おつまみみたいなね、感じで仕込んでいただければ幸いかと思われます。それではね、ブクブク沸騰してくるのを待ちましょう。はい、お分かりになりますでしょうか、ね、ブックブク言ってまいりました。そしてちょっとねアクが出てるんでね、軽くすくってあげてください。ぐんぐんぐぐんあっくりこんこんですね。はい、アクをすくったら、はい、もうここでね、超弱火にしますよ。はい、弱火にします。これ強火のままやっちゃうとね、すごい硬くなっちゃうんで弱火にします。はい、こんな感じ、もう超弱火。はい、そうしたら、はい、落とし蓋ですね。落とし蓋ご家庭にあるね、方は落とし蓋いってくださいね。うちないんでね、銀紙かぶせますよ。はい、そうしたらこっから5分です。5分測って火を止めてね、あとはサメサメになって召し上がると。でも完全に冷めたらね、密閉容器なんかで冷蔵庫入れときはね、もう夜冷て苦いでもグーグーという感じになると思いますのでね、それでは5分ね、タイマーセットして、待ちましょう。超弱火にしてからですね、5分経ちました。こんな感じになっております。はい、そうしましたらね、もう大体煮えていると思いますのでね、あとは味を含ませるだけでございます。このままね、すぐ火を切ってそのまま寝かしちゃいましょう。もう放置でいいですよ、放置で。夜が楽しみだなみたいな感じではないでしょうか。それでは私はこれから、まあ、仕入れていくのか。はい、ただいまね、仕入れから帰ってまいりました。火を止めて、1時間半ぐらいね経ちました。まあ、本当でしたらね、もうちょっと冷やしてもね、味がしみしみで美味しいのかもしれませんが、とりあえず実食タイムということでね、ちょっと召し上がってみましょう。召し上がってみよう、食べてみましょう。ちょっと売り物なんでね、ちょっとあれですよ、ちっちゃそうなところ一つね、いただいてみましょう。あんま食べちゃうとね、もうやばいんでね。はい、こんな感じですね。もう磯のいい香りがね、もうお鍋の中にいっぱいね、パッツンパッツンパッツリコンコンチキですね、広がっております。それではね、テーブルの方に運んで、食してみましょう。はい、テーブルの方にですね、姫サザエの含ませにですね運んでまいりました。それでは早速ねいただいてみましょう。片手で無理かな。おっと、あらかじめちょっとね蓋をこう何かでねパコンと外してあげるとね非常に食べやすいと思われます。片手じゃ無理だな。はい、それではね、姫サザエ両手を使ってね、まず蓋をパッカリーナとね、このお汁見えるかな、これがうまいんですね。そしてこの根元あたりに、ね、用事を刺して、もうこっからは片手でいけるか。この辺に用事を刺して、この根元のところですね、この根元のところに用事を刺して、くるくるくると、ああ、ちょっと形で無理か、これ、貝をね、回すとうまく取れます。じゃあ、もう一回ね、両手でいきますか。はい、こう刺したら、貝の方を回すんですね、こう、くるくるくるっと。用事の方を回すと、途中でね、肝は切れたりします。貝の方をこういうふうに回すとね、ちゃんときれいに、取れた、取れた、もう一口でいっちゃうか、この野郎、やりたい、いただきます。この苦味とこのほの甘いみりんの香り、やっぱりもうちょっとね、夜まで寝かした方が、味がね中にガンガン染み込むと思います。まだね、半分ぐらいかな。まあさっぱりしてね、美味しいです、ね、この汁ですね、これをいただきます。うまい。これが醍醐味、醍醐味。最高、最高、最高。
はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、姫サザエの含ませにですね、これを動画にしてみました。動画アップのモチベーションを維持するために皆様温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思います。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。